はい、皆さんこんにちは。島原楽器宇都宮パルコ店店長兼ドラムアドバイザーの小山です。ドラマーの皆さん、椅子こだわってますか？椅子ってとっても大事ですよね。私もバンドの練習行くときにスネアペダル持っていけなくても椅子は持っていきたいって思うこともあります。本日は、うちのお店の売れ線の2機種ですね。このパールの D1000N 君とタマの HT430B 君、この2つをちょっと徹底的に比較していきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、まず、高さの調整付き機能ですね。これはどちらもかなり似たようなシステムをとっています。パールの D1000N はここ緩めて、シートを回していくと時計回りに回すと下がっていって、逆を回すと上がっていきます。で、最後ネジを締めてあげるとロックがかかると。で、 HT430B もシステムはかなり近いです。緩めて時計回りで下がっていって、反時計回りで上がっていくというシステムを取っています。で、これどちらもポイントはですね、ここのシャフトのところですね、こうねじ切られている状態でして、そしてこの下にストッパーがついてるんですけれども、このねじ切りがあることによって演奏中に急に椅子がドンって落ちてしまったりっていうことが防げます。このあたりはどちらも機能的にはすごく、いい機能を持ってるんじゃないかなと感じます。はい、そして、2つの椅子を一番低い高さまで下げてみました。で、一応カタログ上では、パールの方は、495mm まで、ここは 49.5cm まで下がる。で、タマの方は、48.5cm まで下がるということなんですけれども、まあご覧の通りおそらくほとんど変わらないんじゃないかなと感じます。はい、今度は一番高いところまで上げてみました。パール D1000N 君はカタログ上では 665mm で、タマの方は 655mm となっています。高くした方は、まあ、パールの方がちょっと高くなるかなと感じます。はい、アングルが変わりました。で、今度はシートの直径をちょっと測ってみたいと思います。こちらパールの D1000N です。で、パールの方は測ってみますと33センチくらいですかね。で、タマの方こちら測ってみますと36センチくらい、3センチまけが玉の方が大きめにできてます。はい、では今度は、座り心地検証していきたいと思います。で、椅子の高さなんですけれども、前何か文献で読んだんですけれども、自分の身長かける 0.321 の数字が、まあ、医学的に見ても、すごくドラマにとっていい椅子の高さだっていうのは何かで読んだことがあります。で、私の身長が169センチなので、まあ、大体高さ54センチぐらいになります。で、実際私も普段、まあ、叩きやすい椅子の高さってやると、割と54センチに近いところが多くてですね。なので、今回54センチにどちらも合わせています。で、まずパールからちょっと座ってみます。はい、パールの特徴は、スローのそのシートがすごく柔らかめにできています。なので、まあすごいふわふわした感じというのが特徴です。ただ、まあ、シャフトはすごくしっかりできているので、あまりこう揺れたりっていうことはないですね。で、タマ、この子は、シート自体がかなり硬めです。で、
私も結構友達のドラマーとか聞いても、シート固めの方が好きっていう人が割と多いかなとは思います。で、先ほども申した通り、シートの直径自体がパールよりも大きいのでかなり安定感があるなというふうに感じます。で、こちらもやっぱりそのシャフトの揺れっていうのは少なくて、まあ、どちらかというとパールよりも揺れが少ないかなと、しっかりギュッてできてるなっていう感じは受けます。はい、というわけで、2つの椅子を比較してみました。これ甲乙つけがたいところではあるんですけれども、私は個人的な好みを申しますと、まあ、安定感重視の玉の方に軍配を上げるかなとは思いますが、ここはかなりお好み分かれると思います。店頭にもどちらも展示しておりますので、ぜひお越しいただいて、試していただければ嬉しいです。お待ちしております。ありがとうございます。